今回ご紹介するのは名鉄常滑線の西ノ口駅です。西ノ口駅は愛知県常滑市住吉町にあり、1913年大正2年3月29日に愛知電気鉄道の駅として開業しました。1935年昭和10年8月1日に明治鉄道への合併により名古屋鉄道が発足したため、同社の駅となりました。第二次世界大戦中の1944年昭和19年に休止となり、戦後の1946年昭和21年9月15日に復活しましたが、この時より無人駅となっています。2004年平成16年12月15日に現在地に移転しました。当駅は8両編成対応の島式2面4線ホームの橋上駅で、駅集中管理システムが導入されています。エレベーター、エスカレーターはありません。空港線開業に伴い、輸送力増強に向けて対比線と留置線を有する現在の駅舎になりました。それまで常滑線太田川駅、常滑駅間には対比線のある駅がありませんでした。また太田川駅、常滑駅間では新舞子駅とともに8両対応ホームを有する数少ない駅となっています。ただし乗降人員は常滑線、空港線では日永駅に次いで2番目に少ない駅となっています。
日中、留置線にはミュースカイが1編成留置されています。ご視聴ありがとうございました。